お出かけ、慎重に大胆に。首都圏から出かけたくて夏の達人になりましょう。出かけたくて夏、まずは首都圏からすぐ山梨県甲州市へ。今日はようこそ大本で来ていただいて、これから楽しく登山していきましょう。はい、じゃあ行ってきませんか。大菩薩峠までトレッキングをすることに。山の中腹にあるロッジ長兵衛からスタート。ここまでは車で上がってくることができます。上氷川峠から歩き始めますよ。中間にうちの小屋がありますので、はい、そこでちょっと休憩して、美味しいコーヒーでもいただいて元気出して持っていきましょう。はい、コーヒー嬉しいです。上氷川峠から歩くことおよそ20分、福ちゃん荘で休憩します。なんと福ちゃん荘のオーナーは雨宮さん。ひろこさんの大菩薩峠までのトレッキングを特別にガイドしてくれるのです。でもちょっとこれから峠までちょっと大変なんですけど、歩いてください。そこで富士山が見えるじゃないですか。今日はどうかな。あ、富士山見える、うん、ちょうどね、右手の奥になるんですけど、ツツジが綺麗ですね。咲いてますね。何ツツジって言うんですか。レンゲツツジ。レンゲツツジ、あれなんですね。まあ、ここからがちょっと綺麗ですね。冷たい水ですが、魚がいると思うんですよ。この中には岩だったらこういう綺麗な水だけで、それだけあるから。水が澄んでいて綺麗ですね。イワナもいるそうですよ。木々に囲まれ、マイナスイオンがいっぱいの大菩薩峠トレッキング。6月の最高気温は18度ほど。それでも太陽の日差しを浴びると体感温度は少し高めになります。軽装でも大丈夫ですが、日よけや水分補給などしっかりすることが大事です。うん、今の時期はまだ差があるんですけど、冬場ないから、はい、この皮むいてみんな食べちゃうんですよ。でみんな枯れちゃうんですよ。これ枯れちゃうんだ。うん、周りの皮を剥がすとここら辺もものすごく多いんですよ。鹿が食べたのが。なんかこう並んでる場所も気になって、ここら辺の足元の方だと結構ね、なんかそうでしょ。歩き始めておよそ40分、森林浴を楽しみながら歩き続けます。大菩薩峠、都心からアクセスしやすい場所に百名山の一つがあるんですね。ここですね。そうです。日の出日の入り夜景、うん、いるんだ。おい、いるかって。ようやっと大菩薩峠到着いたしました。登り始めておよそ1時間半、初夏では程よいトレッキングですね。気持ちよく汗をかきました。はい、ここです。はい、ここが397m。 はい、あ、こんにちは。じゃあ、暑い暑い。投資は取れたからいいな。はい、ここよ。着きました。ここが大菩薩峠です。景色が素晴らしいということですが、今日はどうでしょう。気持ちがいいな。風がやっぱり通って、そうでしょ、すごく気持ちいい。あ、ここもずっとこう歩けるんですね。そうです。これがその最初に急に登ってで、そう、歩いてくるっていう、ね、ちょっとテーラーになってちょっと下って避難小屋で、ちょうどね、もうちょっと行くとあれなんですよ。あー、すごい景色が、ダムが見えますから、ね、ちょっと行きましょう。はい、あ、本当だ、ダムが。ねえ、朝方いい天気でしたけど、まあ富士山は見えないんですけど、ちょうど富士山はこっちの方なんで、左側のあれが湖なんです。そして山梨県といえば、初夏はさくらんぼ狩りがおすすめ。
甲州市にはたくさんのさくらんぼ農家があり、さくらんぼ狩りをさせてくれます。達人の道がお邪魔したのはフルーツガーデン穂坂。甲州市は都心から一番近いさくらんぼ産地として、毎シーズン多くのお客さんでにぎわいます。これ双子です。可愛いでしょ。もぎ取りで赤いのを取って食べていそうです。いただきます。うん、甘酸っぱくて美味しいです。2つがあります。あの上の赤いの食べたいんで。登って食べてみます。美味しい。ここに座って食べてもいいのかな。さくらんぼ狩りは雨天 OK なので、梅雨時でも安心して楽しめますよ。フルーツガーデン穂坂でさくらんぼ狩りをしましょう。達人の道インフォメーション。これまで達人の道がこれぞ達人とご紹介してきましたが、その後を追いました。まずは世界に誇る日本のタオル、おぼろタオル。美しい髪は理想のタオルドライから。すごく柔らかくて気持ちいいんですよ。吸収力もすごくてさっと乾くのが嬉しいですね。スピード吸水、植物由来の消臭効果、理想の柔らかさ、安全安心で肌に優しい。ヘアケアのために生まれた先発タオル、おぼろタオルから。相続をオーダーメイド、家族に寄り添う夢相続。夢相続の夢。夢相続はご家族の絆と財産を守る微笑み相続を目指しています。夢相続の夢。眠っている現金や土地を見える化、そして分かる化できる相続相談のプロ、相続実務士が日本全国で活躍することです。夢相続は相続相談件数累計まもなく15,000件。相続実務士になって夢を実現しませんか。あなたの夢、夢相続の夢。夢相続。出かけたくて夏。お知らせの後は。この国で私たちが作りたいのは分煙の進んだ社会。それぞれの場所に合うさまざまな分煙、それを提案し新たに形にしていくこと、これからも変わらぬ気持ちで前へ進めていきたい私たちです。 JT 九州大分県へ。出かけたくて夏。続いては九州大分県で癒される旅へ。日本が世界に誇る別府を訪ねます。まずは海地獄。バイオリニストでモデルの石川ひろ子さんがここから地獄巡り。海地獄、国の名勝に指定されています。白池地獄。
別府を一大温泉郷にしたといわれる一辺上人の像もあります。この白池地獄も国指定の名勝。和風庭園にあるこの地獄は青みを帯びた白色をしています。これは噴出時、透明な湯が池に落ちた際、温度と圧力の低下により青白く変化するため。続いての地獄は血の池地獄でございます。こちらも地獄なのに国指定の名勝。お湯は透明で、日本で一番古い天然の地獄でございます。身の毛もよだつ血の池地獄、上から眺めてみましょう。地下の高温高圧下で酸化鉄、酸化マグネシウムなどを含んだ赤い熱泥が地層から噴出堆積するため、池一面が赤く染まるのでございます。そしてここは竜巻地獄。血の池地獄からはバスに乗らず歩いて行ける距離にあります。竜巻、恐ろしい予感がしますが平穏。こちらも地獄なのに国指定の名勝。訪れた方々ものんびり座ってくつろいでいます。この間欠泉、別府市の天然記念物にも指定されていますが、一体どれぐらいのパワーがあるのでしょう。豪快に噴き出す熱水は屋根がなければなんとおよそ30メートルも噴き出す力があるそう。これはまさに竜巻にふさわしい地獄です。大分といえばカボスです。カボススカッシュ。シュワシュワして満喫してみたい。明晩温泉湯の里。明晩温泉のシンボルでもある湯の花小屋が立ち並び風情たっぷり。江戸時代から湯の花を作り続け、国の重要無形民俗文化財に指定されています。決めないとこういう風にね、オレンジ色になってこれ湯の花、お酒作ってきた麹みたいな感じ。明晩湯の里は別府一番の高台にあって眺望が良く、四季折々の美しい景色を眺めながら温泉を堪能できます。家族や仲間だけで楽しめる家族湯も用意されていますよ。ひろこさん、初めての別府の温泉。湯の花の効能と同じ健康促進、美容効果も望めるそう。そして大分宇佐市へ。宇佐神宮を訪れました。宇佐神宮は全国におよそ4万4千社ある八幡宮の総本社。宇佐神宮のような大きな神社の境内の中や周辺にある小さな神社のことを拙社、末社、枝社などと呼びます。宇佐神宮は参道の順路に節末社がたくさん並んでいます。ひろこさんは順路通りにお参りしていくことにしました。ここは原江戸と呼ばれる空間。祭祀の際に神職の方々が汚れを払ったり、参拝者が禊を行っていた場所。原江戸の先には上宮の御本殿へと至る階段。この緑豊かな参道もとても素晴らしい場所です。さあ、本殿のある上宮に向かいましょう。
身を引き締めずにはいられない場所。この宇佐の地を訪れることができたご縁が何よりのご利益。ご本殿の前で静かなひとときを過ごすことができれば、きっとそんな風に思われることでしょう。一の御殿から順に、二の御殿、三の御殿に参拝。参拝は一般と異なり、二拝、四拍手、一拝を作法としています。境内は国の史跡に指定され、本殿は国宝に指定されている宇佐神宮。樹齢800年で上宮内でもひときわ目立つ御神木。樹齢を感じる肌触りで、柵に囲まれた下までしっかり根を張っています。境内には定番のパワースポット以外にも御利益のある場所がたくさん。楽しみながら散策しましょう。ここから下宮へ。上宮と同じ祭神を祀る下宮、下宮参らにゃ片参りとも言われるため、上宮参拝後は下宮にも参拝しましょう。下宮の森はしっとりと落ち着いた佇まい。緑に苔むした建物の屋根や地面が何とも趣深いのです。続いて大自然を目の当たりに。東椎谷の滝、宇佐市安治無にある落差85メートルの巨瀑です。日本の滝100選にも選定されています。達人の道インフォメーション。これまで達人の道がこれぞ達人とご紹介したその後の達人を追いました。居酒屋さんでも家飲みでも割るならハイサワーの白水車。お家で本格的なレモンサワーを作るなら、せーの、ハイサワー。レモン買わなくても大丈夫、たっぷり入ってるから。うんうん、焼酎と割るだけ。埼玉、基本は1:3、炭酸ピチピチ、シュワー、濃さも自由にお好みで。お酒も入ったハイサワー缶チューハイもおすすめ。さあここでハイサワー大好き。キャッキャッキャッ。マナーの達人がここに。みんなで考えましょう。世の中にはいろいろな人がいて、あなたの好きは誰かの嫌いかもしれない。好きなことをするときは周りに心を配る。タバコについても同じです。大人のたしなみには配慮がある。改めて伝えたい私たちです。 JT。出かけたくて夏。お知らせの後は北海道室蘭へ。出かけたくて夏、おすすめは北海道室蘭。ここはとっかりっしょ。高さ100メートル前後の切り立った断崖の上に覆い尽くす熊笹がまるで絨毯のように広がり、海の青色と笹の緑色が灰色の断崖を際立たせている絶景です。そして
金屏風。およそ100メートルの直立した断崖が連なり、赤褐色を帯びた崖面に朝日が映えると金の屏風を立てたように見えることから、こう呼ばれるようになりました。朝日に映える室蘭の金屏風、神々しいですよ。続いて訪れたのは測量山。室蘭市を一望できる展望スポットです。測量山の標高は 199.6 メートルと、あまり高い山ではありません。しかし天気のいい日には、こうして昭和新山、有珠山など遠くの山々を見渡すことができます。今からナイトクルージングに行ってきます。2019年9月に体験したクルーズ、この日はほぼ満月で、好天に恵まれた室蘭夜景ナイトクルージング、皆さんにもぜひ乗船していただきたいです。楽しかった。ボルタ工房。あー、かわいい。球根してる。室蘭を代表する工芸品、ボルタ工房。ここにサックスを吹くボルタ、演奏してるボルタがいっぱい。室蘭の特徴がよく表現されています。いろんなシーンがあるのもいいですね。待ってる、かわいい。このアイデアがすごいですね。かわいい。そしてこちらは水族館。遊園地も併設されている、どこか懐かしさを感じる室蘭市が運営する水族館です。餌やりもできるんですね。すごい。おいで。ありがとうございます。わあ、こっちはオスです。今からご飯をもらえるとあって、ペンギンさんが気持ちよさそう。ウツボ。アブラボウズ飼育開始50周年。この室蘭市の水族館のキャラクターがアブラボウズ。港町、鉄の町室蘭。全国でも有数の工業都市であると同時に、三方を海に囲まれているその地形から、数々の美しい自然や絶景スポットの宝庫でもあります。そしてソウルフード室蘭焼き鳥もいただきますよ。鳥立本店は室蘭焼き鳥名店中の名店。グルナビの評価をチェックすれば分かります。室蘭焼き鳥には焼き鳥なのに豚もあります。タレは甘め、玉ねぎも甘い。それが室蘭焼き鳥。北海道の唐揚げはザンギと呼ばれています。こちらもパクパクいただいちゃいました。さあ、出かけたくて夏の達人になりましょう。他人思いの優しい君だからこそ、僕はとっても心配で
自分を責めて隠れて泣くのも君らしいと言えばそうだね。風が笑ったらこの葉もクスクス笑い出して木漏れ日が降り注ぐだろう。だから風になって君の頬をくすぐった。君を笑わせたくって君の笑顔見たくっていつもそばにいるよ。姿形はなくったって見えるものが全てじゃない。だから信じ続けていて。次回達人の道はバイオリニスト石川博子さんがコロナ自粛時の皆さんに音楽を配信、音符の達人をお届けします。